でしょうか、金子みすず「あそぼう」って言うと「あそぼう」って言う「ばか」って言うと「ばか」って言う「もうあそばない」って言うと「あそばない」って言うそうしてあとでさみしくなって「ごめんね」って言うと「ごめんね」って言う。 でしょうかいいえ誰でも子供たちの言葉にハッとすることがありますどうしてこんな嫌なことを言うんだろう可愛げがないな何を考えてるんだろう悪い子だ 子供は大人の言葉を聞いて覚えます。嫌な言葉を使う子は、それだけ多くの嫌な言葉を日頃浴びせられているのです。もしかしたら、私の口癖を真似ているのかもしれません。私たち大人が、暖かくて気持ちのいい話し方を心がければ、 子供の言葉遣いは必ず変わります。子玉でしょうかいいえ、誰でも。